今回は目のセルフチェック検査をいくつかしていただいて目に異常がないか一緒に確認してみましょう。学べ眼科の学です。動画ご視聴いただきありがとうございます。 日常生活で得られる情報の8割以上は視覚から得られていると言われるように言うまでもなく目は生きていく上で重要な期間だと思いますその目の健康を維持するためにどんなに目がいい人でも40歳を過ぎたら眼科受診して精密検査を受けていただきたいのですが分かっていても仕事などの理由でなかなか受診できていない方が多いです 多くの方は見え方に困らない限り眼科を受診しません。その結果として緑内症や黄斑変性症などいろいろな病気を見逃している方たくさん見えます。昔では治療法がなかった病気にも効く治療、例えば眼内注射などいろいろあるわけですが、一般的にだいぶ病気が進行している状態では どんな新しい治療でもよく反応しません。目に限ったことではありませんが、早めに発見して治療するのが良い状態を保つ重要なポイントになります。いくつか簡単にできる目のセルフチェックがあります。簡易的なものなので、これが全て問題なければ良いというわけではもちろんありませんが、目のセルフチェック検査をいくつかやっていただいて、異常がある方は早めに眼科受診するようにしてください。 まず1つ目は卵子の検査です卵子とはものを見るときに焦点が1箇所に集まらない状態のことです文字や物が二重に見えるブレて見えるボケて見えるなどの症状が現れる原因になります自分の目が卵子があるかどうか知っていますかこちらを見てくださいやり方はとても簡単で片目を隠してこの表を見てくださいスマホで見ている方は画面から距離は3 0センチぐらい離して見やすい距離で見るようにしてください すべての線がほぼ同じ濃さ太さに見えれば卵子はないと考えられます。ですが次のように線の濃さが違う線の太さが違うといったように見えた場合は卵子の可能性があります。 卵子があると、濃い線に沿って角膜や水晶体が歪んでいます。上下方向が濃く見える場合、直卵子と言いますが、上下方向に押しつぶれた形になっています。最も多いタイプの卵子です。縦方向の線がはっきり見えるものの、横向きの線はぼやけて見えます。横方向で濃く見える場合、等卵子といって、横に潰れたような形になっています。斜め方向に濃く見える場合、斜卵子と言います。 長時間の運転や映画鑑賞などをしていて、夕方に目が重く感じたり、肩こりや頭痛などの不調はないでしょうか。もしかしたらその原因、乱視が関係しているかもしれません。一般的に乱視が全くない方はあまりいません。ほとんどの方は多少眼球の歪みによる乱視がありますし、乱視があるからといって必ず悪いものとも限りません。矯正の必要がなかったり、矯正するとかえって違和感を感じる場合もあるからです。 しかし、強い卵子は目の疲れや不快感の原因につながっていることもあるので、気になる方は眼科受診してください。2つ目、レッドグリーン検査という検査です。二色テストとも呼ばれています。眼鏡の度数が過強性か低強性かをチェックするための検査です。眼鏡やコンタクトを作るときに経験したことがある方もいるかもしれませんね。赤色の光は波長が長く、反対に緑色は短いという光の性質を利用してチェックしています。その目の目疲れ 眼鏡やコンタクトの度が原因かもしれませんメガネやコンタクトをしている方はしながら片目ずつ検査してくださいどちらの二重丸がはっきり見えますか眼鏡の度数が適切なら赤と緑の中の二重丸が同じようにはっきり見えますしかし赤の方の二重丸が強くはっきり見える場合は 視状状態態でであありり緑の方の方二重丸が強くははっきり見えるる場合は遠視状態であることを表しますすなわち近視の方で眼鏡をかけてみたときに緑が見やすい場合はそのメガネやコンタクトは過矯正度が強い可能性があります一般的にメガネもコンタクトも低強性である分には問題になりにくいですパソコン作業のような手元作業が中心の方が遠方にしっかり合わせると目の疲れにつながる場合があります そのため、あえて弱めにされている方もいると思います。すなわち、近視の方で赤の方がはっきり見えても問題にならないことがありますが、過矯性は目にとっていいことがありません。度が強いレンズを長時間使い続けると目が疲れるばかりか、頭痛、嘔吐などを引き起こす場合があります。とにかく目が疲れる、長時間眼鏡やコンタクトをしていられないという方は度数が合っていない可能性があるので、チェックするようにしてください。 3つ目はアムスラーチャートという検査です。目の黄斑という部分の検査です。チェックの仕方として約30センチ離してください。これもメガネやコンタクトレンズを操縦してチェックします。必ず片目ずつチェックします。片方の目を隠し、もう片方の目で表の中心にある黒い点を見つめます。目線を黒い点に置いたままで表の四隅はしっかりありますか格子状の線はまっすぐな直線になっていますか どこかか歪んんでいたり欠けていたたりけてはしませんか一度画面から目を離して少し目を休ませてから反対側の目も同様にチェックします次のように見える方は要注意です中心が歪んで見える見たい部分が黒くなっている部分的にかけている 正常に見える場合、このような違和感を感じませんが、何か一つでも当てはまる症状があった場合、目にとって大切な黄斑という部位が障害を受けている可能性があります。黄斑は網膜の中で最も視覚機能が敏感な部分で、黄斑で私たちは物を見ています。常にピントが黄斑に合うように、目を上下左右に動かして物を見ています。私たちは普段このように見ていると思います。 どこも同じように見ているような感覚があると思いますが、実際はこう見ています。黄斑にピントを合わせて見ています。黄斑が障害を受けると極端に視力が下がります。見え方に違和感があった場合、速やかに眼科受診するようにお願いします。四つ目は緑内障の検査です。緑内障は視野が狭くなっていく病気です。一度かけてしまった視野は元に戻らないため、早期発見と治療が重要です。 こちらを見てください。画面から20から30センチの距離で確認します。片目を手で隠して中央の黒い丸をじっと見つめます。砂嵐の中に見えづらい部分があるかどうかを調べます。もう片方の目もチェックしてください。このように他の場所より少し暗く霞む部分ないでしょうか。異常を感じた場合、何らか目に異常がある確率が高いです。 ただ、残念ながら異常がなくても緑内障ではないとは言えません。緑内障の非常に初期の段階では視野が欠けないからです。視野が欠き始める前の早期の緑内障を全視野緑内障と言います。全視野緑内障とは、視神経に緑内障の変化があるにもかかわらず、視野欠損がまだ出ていない早期の状態です。 緑内障かどうかは眼底検査が必要ですが OCT という検査を合わせて受けていただくことでこの早い段階の緑内障を見つけることができます普段の健康診断で行われる視力眼圧検査だけ行っている方いませんか視力と眼圧が良くても緑内障ではないとはとても言えませんので注意してください日本人の7割は正常眼圧緑内障といって 眼圧が正常の方ですまた視力が落ち始めた時にはすでにだいぶ進んでいます通常緑内障は視力が最後まで落ちませんこの検査で異常があればすでにだいぶ進行している可能性があります緑内障に関して詳しく知りたい方は2024年4月30日発売予定である緑内障に効くたった2つの習慣良ければご覧くださいこのあたり詳しく書いています 5つ目は色覚検査です色覚検査とはそのままですが色の見え方に異常があるかどうかを見つける検査です色覚異常があるとモノクロの世界を思い浮かべる方がいますがこのように見えます目の奥網膜にある視細胞には赤に敏感なタイプ緑に敏感なタイプ青に敏感なタイプの3種類がありますそれぞれがバランスよく反応して色を正確に認識しています色覚の異常はこの3種類の視細胞のうちの どれかかが足りなかったり、りななったた十分にに機能しないために起こります。眼科では石原式色覚検査という検査をまず行います次の数字は読めますかいくつか見ていただきますこの数字見えますかここに数字が書かれていますがいくつに見えますか最初は12です次はどうでしょうかこれは74ですではこれはどうでしょうか6ですではこれはどうでしょうか 42です。ではこれはどうでしょうか。数字が見えないが正常です。視覚異常は圧倒的に男性が多いです。日本人での頻度は男性の約5%に見られ、女性には0.2%と滅多に見られません。なぜ男性に多いのかというと、先天性の視覚異常は晩生劣性遺伝という遺伝形式を取るからです。お母さんを介して。 男性にに対しして覚醒的に発症しますそのため発症している方の母方のおじいちゃんも発症しているということになります。国内では300万人以上の方が見えるとされていて決して稀なものではありません。障害の程度によっては信号機の色を見落とす可能性などから警察官、消防官、 自衛官パイロットなどで職業制限ががあある場合があります色覚異常は遺伝性なので残念ながら有効な治療法がありません色覚異常はこのような先天性のものだけでなく後天性のものもあります色の見え方は網膜や脳に異常があると正確に判断できませんそのため緑内障やカレオガン変性症のような網膜疾患がだいぶ進行していたり色を判断する脳の部分 とという部部分ですががそのの位に脳梗塞が起きると色の見え方が正しくく見えなくなりますセルフチェックいかがでしたか今回お話したセルフチェックはあくまで簡易的な検査なのでお使いのモニター画面の大きさや明るさ見る角度により結果が変わる可能性がありますあくまで目安のものとして考えてください何か気になることがあれば早めに眼科行くようにしてくださいね今回は目のセルフチェックに関してお話しいたしました この動画では眼科専門医が話す目に関する様々な情報に関してお話しております。よければチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。